申し込む。朝鮮日報日本語版、人気女優コ・ヒョンジョン、プロデューサーに罵声、足蹴り。人気女優コ・ヒョンジョン46が主演ドラマリターン SBS の撮影現場で担当プロデューサーに暴力を振るって撮影が中断されるという事態が発生した。SBS 関係者は7日、本紙の電話取材に、コ・ヒョンジョンさんは先日、ドラマ撮影現場で他の俳優やスタッフたちが見守る中、演出のチュ・ドンミン、プロデューサー46と意見の違いから言い争いになり、罵声、罵声を浴びせたのと同時に足で蹴ったと語った。プロデューサーに大きな怪我はなかったが、制作スタッフらはこれ以上の撮影は困難だと判断、5日以降撮影が中断されている。 SBS 関係者はコ・ヒョンジョンさんは現場スタッフが全員マイクをつけている状況でも罵声を浴びせおり、激高して誰も手をつけられない雰囲気だったと語った。SBS 内では主演の交代も検討していることが分かった。SBS 側は制作スタッフとの確執が深刻すぎて、撮影現場の雰囲気としてはこれ以上作業を一緒にするのが難しいほどだと説明した。SBS はリターンの8日の放映を休止し、閉賞冬季五輪関連番組を放送した。リターンは道の上で謎の遺体が発見された事件で、上流層の男性4人が殺人容疑者として浮上。コ・ヒョンジョン演じる女性弁護士が刑事と共に真実を解明していくというサスペンス。現在まで14話放送されている。コ・ヒョンジョン側としては制作サイドに自身の出演分量やストーリー展開に関して不満を伝えたという。本誌は同日、コ・ヒョンジョンの所属事務所側に連絡。